ヒイラギアイナに変更して探索を続けます。怖かった。あれ、何かある？どうかしたの、アイナ？なんかこんなのがあった。さっきの箱に使えるんじゃない？ほら、これこれ、さっき取ったパーツ、この箱に合うんじゃない？どう、アイナ、ハマりそう？ちょっと待って、ハマった。おお、やったね。じゃあ、いろいろ試してみる。あの写真の内容はメモしておいたので見ながらやります。ミッションコンプリート、ギミックの解除に成功。さすがアイナちゃん。ええ、よくやったわね、アイナ。それで箱の中には何かある？成功報酬は小さな鍵。待って、その鍵をよく見せて。わかった、これでいい？サイズ的には合いそう。もしかしたらその鍵、シャッター制御盤の鍵かも。嘘、もしそうならみんな合流できるわよ。やっとみんなと会える。お手柄だよ、アイナちゃん。とにかくその鍵で開くか試してみようよ。でもどうやってヒマ先輩に渡せばいいの？そっか、私が持ってなきゃ意味ないんだ。どこかで持ち物の受け渡しができればいいんだけれど。そうだね、1階の北通路にあった隙間からなら受け取れるかも。アイナ、行けそう？うん、このミッションさえ成功させればこの場所から脱出できる。何としてもヒマ先輩に届ける。任せて。うん、お願い、アイナちゃん。ひまり、鍵は取れそう？ちょっと待ってね。うん、もうちょっとなんだけどな。あ、取れそう！取れた！よかった。じゃあ早速、制御盤の蓋が開くか試してみるね。それじゃあこの鍵で開けるよ。お願い、どうか開いて。今の音って、うん、開いたよ。やった、よかった。本当にこれでひまりとアイナに会えるのね。正直スマホでつながってるとはいえ、一人でいるのは限界だったもの。私も同じ。もう一人ぼっちは嫌。早く先輩たちに会いたい。ひま先輩？なんで黙ってるの？
やめて、不安になってくる。ひまり？問題なんてないわよね。早くシャッターを開けてちょうだい。シャッターは開けられない。どうして？鍵は合ってたんでしょ？制御盤の蓋は開いたけど、シャッターの開閉にはカードキーが必要みたい。そんな。やっと合流できると思ったのに、ここから出れると思ったのに。やっぱり私はずっと一人なんだ。一人ぼっちのままなんだ。もう無理よ。ここまで気を張ってたけれど、もうダメ。こんな形で希望を裏切られたら、もう動き出すことなんて。はあ、どうして私がこんな目に。全て自業自得だとでも言うの？お母様、どうか私を助けてください。私はここです。ここにいます。私を探しに来て。今だけでいい。今だけ。だからどうか私のことを助けて。みやびちゃん、アイナちゃん、大丈夫だって。これで脱出に一歩近づいたのは本当なんだから。あとはカードキーを見つければいいだけ。もう少し頑張れば家に帰れるって。でも制御盤の蓋を開ける鍵だって見つけることができたんだから、カードキーだってすぐに見つかるよ。ここで諦めたらもったいないよ、ひまり。それに私、家の冷蔵庫にプリン残してきたまんまだもん。奮発して買ったからさ、いいとこのやつなんだよ。どうしても賞味期限が切れる前に帰りたいんだよね。だから二人に協力してほしいな。プリンって、それでそんなにポジティブになれるの？あ、プリンだけじゃないよ。だってここから無事に脱出できたら、私たちきっと配信者としてスターになれるもん。ここでの出来事は録画されてるんだから、誰も見たことがないものを視聴者さんに見せることができる。そうなったら大変だよ。一躍私たちはトップ配信者の仲間入り。もう何者でもない私なんて終わり。人生が一気に変わっちゃうんだから。ひまり、あなたって人は本当に調子がいいんだから。でもね、脱出まであともう一歩だっていうのは本当でしょ？うん、確かにそうだね。もう少しだけ頑張れば帰れるか。そう、だからもうちょっとだけ頑張ってみよう。ここを出れたら、みやびちゃんとアイナちゃんにもプリン買ってあげるからさ。ありがとう、ひま先輩。先輩のおかげで気持ちが前向きになってきた。そうね、あなたのポジティブさに救われたわ。ええ、もう少しだけ頑張りましょう、私たち三人で。うん、さあカードキーを探しに行こう。次はカードキーを探さないといけなくなりましたが、またストリーミングが更新されてました。特別な私。私って何なんだろう。こんな疑問ってきっと誰でも一度は考えるんじゃないかな。私も絶賛考え中。だってネットのニュースを見ても、SNS を見ても、私と同い年とか下の年齢の子がバンバン話題になってる。有名な動画配信者の人とかさ、すごいよね。
ニュースの内容自体は誰々がこんな発言をしたとかあまり大した内容じゃないのに取り上げられてて、いいなぁ。あの人たちはその他大勢の中の一人じゃなくて特別な誰かって感じがするよね。私って特別なのかな。親とか先生とかは、あなたは世界で一人だけの大切な存在とか言ってくれたりするけど、それ本当なのかな。だって私のことなんて誰も知らないでしょ。私が何をしたって気にも留めてくれないだろうし、あ、炎上とかしたら悪い意味では注目されるかもだけど、でもどうなんだろう。炎上してでも誰かに認めてもらいたいか。ほんの少しだけその気持ちもわかる気がする。誰でもない、ただの私でしかない私になんて価値があるとは思えないんだよね。って、ダメだ。こんなこと考えてると暗くなるばっかり。気持ちを切り替えて新しい企画でも考えよう。ああ、私はいつになったら特別な私になれるんだろうな。もう一度ヒイラギアイナに戻して探索です。青い配線が入ってた。確か赤色の配線もあったわね。じゃあそれも配電盤に使うのかな。行ってみようよ。硬すぎて割れないと言ってたのにハンマーとか不要でした。青色は D につなぎます。ちなみに全部のマスを使ってつなげないとダメです。ミッションコンプリート。私にかかればちょちょいのちょい。あ、今1階のどこかで音が鳴った。アイナちゃんのおかげで電気が通ったのかも。すぐに確認してみるね。行ってくる。ひまりは本当にちょっとつもうしんね。考える前に体が動いてるっていうか。うん、ひま先輩が考えてる姿なんてあまり見たことない。でもひま先輩のそういうところに惹かれた部分もある。そうね、あの子の持ち前の明るさと強引さがあったからこそ私たちも仲良くなれたんだし。ひま先輩と出会ってなければ配信とか絶対にやってなかったと思う。なんだかんだで私たちも配信を楽しんでいるし、今もそう。こんな状況でもひま先輩の明るさに救われてる。ええ、感謝しなきゃね。でもやっぱりもう少し頭も使ってほしいわ。だね。でもひま先輩にそれは無理。落ち着いて考えて頭を使うなんて絶対に。そうね、
仕方ないから頭を使うのは私たちの役目ってこと。うん、今先輩が頭を使えない分私たちが使おう。あのさ、ライブ配信中なの忘れてる？全部聞こえてるんだけどな。多分水晶玉を設置するところに通電したので、ちょとつ盲信ひまりで占いの館に急ぎます。場所を変えればすぐに戻っても着ぐるみ消える説。消えません。これならさすがに大丈夫でしょう。水晶玉をセットできたよ。アイナちゃん、割れてたけどセットできた。割れてたけど大丈夫だった。ほらね、私が言った通りじゃない。少しだけ割れてたとしても何も問題はないのよ。なんだろう、素直に喜べない。先輩たちが自分の罪をチャラにしようとしてて。とにかくセットできたから、過去のことはもう水に流してもいいよね。人間は失敗する生き物。重要なのはそこから何を学ぶかよ。うん、でも失敗したの先輩たちだし、私に言うんじゃなくて自分たちの心に刻んで学んで。それでひまり、何か変化は起きた？ね、何かが浮かび上がってきた。これ何のマークだろう。よくわからないな。わからないのは当然。水晶玉が割れてるせいで、マークが全部見えてない。そうかしら。失敗を認めないと学ぶこともできない。先輩たち、愚かにならないで。わかったわよ。認める認めるわ。割れてるせいで全容はつかみづらくなってる。ごめんね。とにかく今の状態で考えてみるしかないね。何か意味があるのかな。これだけ意味深だもの、何も意味がないとは思えないわ。もしかしたらどこかに同じマークがあって、そこで何かするとか。そうかもしれないわね。とにかく手がかりを見逃さないように探索を続けましょう。ちょっと待って、そのマークどこかで見覚えがあるわ。確か3階の洋食屋にあった小さい機械に同じマークがあったはずよ。さすがみやびちゃん、記憶力いいな。その機械調べてみよう。何か新しい発見があるのかも。そうね、洋食屋に向かうわ。次は姫宮みやびで洋食屋に向かいます。はっ。
水晶玉に映ったマークを順番に押していけば良さそうです。これで大丈夫なはず。でも。出てきたのは100円玉だけだね。バカにされてるのかしら。子供のおだちんじゃないんだから。時間を無駄にした気分ね。おみくじが出てくるよりはいい。まだ100円の方が使い道がある。そうかしら。100円じゃ自販機でジュースも買えないわよ。というかこんな廃墟で現金なんて持ってても意味ないでしょ。でもある意味貴重。私たちここまでキャッシュレスで来たし。1円を笑う者は1円に泣くって言うし、100円なら1円の100倍価値があるよね。はぁ、とりあえず取っておくわ。うんうん、きっと役に立つ時が来るよ。次は100円玉を使えそうなところに向かいます。宮先輩、何が出てきた？キャラカード？どんなキャラクター？どんなって言われても、キャラクターのイラストなんて書いてないわ。というかそのカードってシャッターのカードキーじゃない？え？あ、本当じゃない！これが探していたカードキーよ。やった！とうとう見つけたね！アイナ？あなた、嬉しくないの？だって、キラカードじゃなかったから。つまんないの。でもこれで、ようやくみんなと会えるんだよ！ほんと言うと、ここで喜んで、またダメだったらもう立ち直れそうにないから。アイナ。アイナちゃん、今度こそ大丈夫！シャッターが開けば合流できるから。ええ、その通りよ。だから心配しないで。うん、私早くみんなと会いたい。そうと決まったらこのカードキーをひまりに渡さないとね。うん、受け取ったらすぐに開けるから急ごう。よかった。早速制御盤に使ってみましょう。大丈夫かな？またダメだったらどうしよう。大丈夫！
夫だよ。もうすぐみんなで帰れるよ。ついにセキュリティカードを入手しましたが、これですんなり合流できるのでしょうか。